やっぱりね、うん、日本人って基本的に平均の中で生きてるじゃんみんな、はい、幅広い層,で層が構築されてるわけではなくて、うん、すごく真ん中に密集してる民族じゃないすっごいきつい生活、うん、本当に一回やってみるべきだね、うん、子どもの一人暮らしはなるべく早くさせた方がいいんだろうなって、うん 一応言っとくけど、僕ミュージシャンで、ね。<laughs> いやいやいや、もう、僕の中では、もう職業人間狂気になってますからね。<laughs> なぜありがたいのかっていう理由があって、その理由が明確に分かれば、すごく自分で幸せなんだなって思えるし。そうですね。だって、ひねればシャワーからお湯が出る。でもそれにさ、毎日感謝してる人いるインド旅行行ったことある人ぐらいじゃないですかね。僕は あのね、自分で気づいたんだけど、はい、ケールに去年ねいてでロックダウンが始まって、はい、家から一歩も出れなくなったわけ、はい、でも自分の家って広いから、はい、だから毎日トレーニングして仕事をやってまあ日本とのやり取りで仕事をやる、うん、でもその後にトレーニングもやるでその後にまに、あ、じゃあやれることやろうかってうの YouTube の撮影だったりとかいろんなことやる。うん、で シャワーでバー食べてる時にこれシャワーからお湯が出るってすごい素敵なことだよなすかなるほどなるほどめちゃくちゃ幸せだよなこれってこんなに素晴らしいことってないんだよなってその時にすごい思ってさでこのマルタに来てでマルタって水圧めちゃくちゃ弱いんだよあそうっすねで僕が え前の前に住んでた家がめちゃくちゃ素敵な家なのに水圧死ぬほど弱くてもう本当にしかも寒い時期だったからシャワー浴びると凍えるぐらいなんだよお湯が出なさすぎて。その時思ったもんね。シャワーってこんなにも 素敵なものだったんだって改めて思って <laughs> で今の家、はい、シャワー強いんだよね、はい、シャワーあるって幸せだなってんうん、うん、でもねバスタブにお湯張ろうとするじゃん、はい、タンクが小さいせいでバスタブのお湯がぬるくなるわけさはい、はい、で最後お湯がなくなるんだよ、うん、足らないんだよああなるほどなるほどそうで僕がバスタブにお湯食べると他の部屋では使えなくなるわけさはいはい、はい その時に思うんだよね。うわーってお風呂があるってすごいことなんだなって。<laughs> そうですね。そう当たり前じゃないんだよ。うん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 何もかも。はい。本当に、うん。そうですね。何もかも当たり前じゃないし、みんな当たり前になりすぎてて、うん、で当たり前になりすぎていることで感謝がなくなって、うん、感謝がないからすべてがストレスって言うけど、うんうん、いやそこ。 一回リセットしないってそこは感謝から始まって、うん、だってそもそもなかったものでそれがあるわけだからめちゃくちゃ幸せなことなんじゃないの、うん、って思うしうん、うん、そっかそういうのを例えばうちが僕が子供たちに教えようとするとどうするのかいいですかねやっぱそれがない環境に一回住んでみるとかそういうことなんですかねだと思う,うんやっぱりね日本 人って基本的に平均の中で生きてるじゃん、みんな。はい、幅広い層で、層が構築されてるわけではなくて、うん、すごく真ん中に密集してる、はい、民族じゃない。すっごいきつい生活。うん、本当に一回やってみるべきだね。うん、本当に。だから、それこそね、被災した方たちって、すごい感謝してると思うよ。 それまであったものにそうだって実際にその東日本大震災が3月11日にあったじゃん、はい、あの時ってめちゃくちゃ寒かったんだよはいそうです、ね、めちゃくちゃ寒くてうん、うん、でも津波によって家が飲み込まれてしまってうん、うん、地震によって家が倒壊してっていう方たちがいっぱいいてうん、うん、でその後に避難所で生活を余儀なくされるわけじゃん、はい、ところが毛布もない、うん 火もない。暖房もない。もう、火があることが、お湯があることが、暖かいスペースがあることが、環境があることが、いかに素晴らしいことが、いかに感謝しなきゃいけないことかって経験してた,たちはみんなわかってると思うんだよ。でもそれを忘れてしまったらダメじゃん。また同じことを繰り返すわけじゃん。ってことだと僕は思うんだよね。だから人間って、ね、 そうなってしまわないとわからないっていうのは一番ダメだと思うんだよ。で、一番ダメなのはそうなってもわからない人たちであって。<laughs> そうですね。そうじゃ、うん、だから僕らって別にじゃあ、その、何か被害があったな、あることが大切なんだっていう、そういう話じゃないと思うんだよ。もちろん、ね、震災なんてない方がいいし、うんうん、で、こういうコロナだってない方がいいのは決まってる。うん、だけど、 感謝ができない環境に自分を置いているっていうこと自体が、うん、そもそも病的でそうですねすで、うん、にもう病んでるんだよ世界が、うん、そう考えると、うん、自分が感謝できる環境をやるのは、うん、いいことなんじゃないのかなって、うん、まあそれこそお母さんが家のこととか全部やってくれてご飯も出してくれても感謝でしかないとこそうだってさそ,れその感謝に気づくのってお母さんが亡くなってからなんだよ ですそうだから急にね子供のうちにお母さんが亡くなってみうだから僕は思うのは本当に若いうちから子供の一人暮らしはなるべく早くさせた方がいいんだろうなってうん、うん、と思うしそれこそ子供のうちにキャンプに行って料理を作る大変さだったりとか、うん、いろんな活動はさせるべきだし。うん いろんなことさせるべき感謝をさせる環境に子どもたちを置く、うん、それは期間限定でいいから、うん、それをやるっていうのは本当に大切なことで、うん、当たり前にななっちゃいけないけんだよねそう考えると親元離れるのがちょっと早めだったんですよね高校生からだったんで、うん、1> 高1からだったんでそもそも仲良かったしでも感謝を っていうものを意識したことはなかったですけど親のことは大好きではあったんですけどやっぱ親元を離れた瞬間ああ、でもう胸がキュンとなるぐらい親がそれまでやってくれてたこと全部とかを感謝するようにやっぱりなりましたね、うん、より仲良くなった気がします、うん、兄弟すら、うんうん、会える時間とかもより尊くなったし、うんうん、そうですねまあそういう意味では なかね。うん、そうだからなんていうのかな昔のことでさ可愛い子には食べさせろとかいろいろあるじゃん、はい、本当にそういうことなんだろうなってやっぱりその感謝を感じれる環境に自分を置く、うん、大人になって誰も教えてくれないからそんなことは。はい、だから 感謝ができる環境に自分を置いていてく常にその環境を意識して自分がそこに入れるようなものを作っていく構築していくっていうことってそれも幸せになるための必要な条件なんだろうなっていうのを最近すごく感じてる。うん、なるほどな、うん、でも僕なんてさこれそれ48になって気づいてるんだよ。遅めですね。遅いよ <laughs> そののシャワーの件で,ですかそ<う> <laughs> でも、うん、僕は48で気づいたわけじゃん、はい、気づいてない人世の中に死ぬほどいるんだよそうですよね、うん、お湯が出ること自体に感謝ってなるとね、まあ、そういう意味では僕もできてないわけですよね <laughs> なんだけど、うん、実際にその環境にいたらやっぱ感謝するようになるんだよね、うん、本当にそう,です、ねまあ、そういう意味で考えると岳さんみたいにその住む国を変えるっていうのは すごいいろんな学びがそこにはありそうですよねあるあるうんだからよかったなって思うし人に対する見方も変わればうん、うん、自分の生活しているその環境における自分の立ち位置だったりとか、はい、あとちょっとしたことに感謝ができるようになって随分 穏やかになったなって自分がね切れなくなったなとかねなんであんな切れてたんだろうとかね。<laughs> なんかね <laughs> ねえガクツさんはね切れちゃダメですよ昨日 ちょうどその学さんのごち楽ご飯の後にちょっと格闘技が好きでこう学さんにこういうパンチを教えてくださいこういう蹴り方を教えてくださいとかって聞いていくつかこう教えていただいたじゃないですか。まあ一応言っとくけど僕ミュージシャンね。いや <laughs> いやいやもう僕の中ではもう職業人間狂気になってますからね。<laughs> 体のすべてのパーツでどこででも人を する状態にあるっていう印象があって。こう。一応。もう一回言っとくけど。<laughs> ミュージシャン。いや,いやいや、いもう本当ビンタ一つで人。してますから。<laughs> それまで僕はミュージシャンっていう印象はありましたけど、もう昨日で。通りひどい。ひどいね。<laughs> 通り魔みたいな。ひどいね。教え、教えてもらっといて、それはないと思う。<laughs> いや、なんかあの。想像はしてたんですよ。すごい強い。だろうなとか。こうもちろん力も強いのは前から知ってたんですけど。具体的に。 受けたたりりやられととかするとこれって例えば岳さんが歌舞伎町をこう歩いて繁華街を歩きながら一瞬でバレないように通りすがる人をビンタで少なくとも失神させるとか余裕でできちゃうなとか。まあでも正直、はい、昨日の 一、ね、日の中の僕が教えたことを理解した上で今の発言を聞いたら分かるんだけど、はい、今この映像を見て聞いた人はただの僕野蛮人でしょう <laughs> 聞こえないから野蛮人に失礼ですもう <laughs> 野蛮人にしてませんからあの狂気 <laughs> ですか本当に本当に危険な人が街歩いちゃってんだなって,勘弁勘弁してくれる僕昨日あのあとホテル戻ってから「いやガクさんマジ本当人間狂気だね」っていう話から「 ななんとなくその思想からこう YouTube で見てたのは世界で飼育禁止になってる犬15匹のランキングみたいな。<laughs> <laughs> いな本当絶対切れちゃダメだと思います人が <laughs> だから僕は基本的に切れて人を殴るとかっていう行為はしないようにしてるし実際に切れる前に注意をするし。 設定してるそこは。 Thanks, thanks so, so much, much for coming, for coming. Please, please go, go home, home safely, safely. Uh, don't i don't forget, forget to, to always walk on, on the wild side